2003年6月5日、ヨーロッパの中心フランス・パリにおいて桐山館長芸家は瞑想公演を行われました。しかも公演会場となったのは芸術の都パリを代表する美術館、ルーブル美術館オーディトリアム。世界で最も有名な美術館での瞑想公演に至るまでに、館長芸家は仏教哲学者として、また世界平和を希求する思想家として数々の海外公演をなされ、学術的に高い評価を得てこられました。1994年4月、台北市国際貿易センター大ホールにおいて3000人以上の聴衆を前に、海外で初めての講演会を開催。1997年12月、中国国立中山大学名誉教授に就任されたのを記念して5講演を行われました。1998年11月、中国の最高学府国立北京大学において5講演。翌1999年には同大学名誉教授にご就任。1999年11月、タイ王国国立タマサート大学ジャーナリズム・マスコミュニケーション学部招聘による学術5講演。2001年には同学部より名誉博士号を授与されました。1999年12月、中国国立仏学院において前年就任された仏学院名誉教授としての初講義。2000年6月、ロンドン大学ソアス東洋アフリカ研究学院において5講演。2002年には同学院より最高名誉学位名誉フェローシップを授与されました。そして世界平和をテーマに、2000年11月、世界の情報発信基地、世界の十字路といわれるニューヨークのユニタリアンチャーチにおいてゴマ法要と5講演を挙行。それは翌2001年9月の米国中枢同時多発テロ発生を予見していたかのようでした。2001年10月、米国中枢同時多発テロ発生から39日後、館長芸家はまだ凄惨な面影を残し、煙くすぶるテロ現場を訪れられました。そしてリバーサイドチャーチにおいて平和を希求するゴマ法要5講演を行い、ニューヨークの人々に大きな感動と希望を与えました。これらの世界平和への貢献の実績が認められ、パリでの瞑想公演が実現したのです。我々の今まで世界平和を祈る法要を世界各地で営んできたことに、2回にわたってニューヨークで行っていることがフランスにおいても実績となって許可されたということでありましょう。ルーブル美術館の中において私が瞑想公演をするということは、パリの人たちに大きな驚きを与えているようです。ルーブル美術館は芸術以外のことは全部排除されてしまって、政治と宗教に関わることは一切行事を行わないということが鉄則となっております。したがって宗教家がここで瞑想公演をするということは、奇跡的
なことと言わなきゃならないです。館長陛下のお言葉通り、奇跡の公演がルーブル美術館オーディトリアムで実現したのです。それでは桐山館長陛下パリ御公演、瞑想芸術と創造の新たな開口、その全記録をご覧ください。Nous vous remercions de votre patience. Maître Seiyu Kiriyama va commencer sa conférence méditative. Maître Kiriyama est le plus haut responsable de l'organisation bouddhiste Agonshu et exerce ses activités d'homme de religion dans toutes les régions du monde. Dans le cadre de la pratique bouddhiste, il ressent vivement l'importance de la méditation au quotidien dont les effets transcendent les religions et leurs différences. Le thème de la conférence d'aujourd'hui est « Méditation, une nouvelle rencontre de l'art et de la création ». Maintenant, laissons la parole à Maître Kiriyama. Tadaima.ご紹介を賜りました桐山聖友でございます。今日は瞑想について少しお話をしたいと思います。しばらくの間ご静聴を願います。さて、この度パリ市において私どもアゴン宗が行事を行うにあたり、ルーブル美術館及びパリ市の多くの方々に一方ならぬお力添えをいただきました。皆様方のこれらのご協力をいただかなかったならば何もできなかったと思います。心からありがたく熱くお礼を申し上げます。幸いにも私どもはこの度ルーブル美術館とご縁ができ、ルーブル美術館内に設置された視覚障害者用展示室創設のお手伝いをささやかながらできたことを誇りに思います。これまで目の不自由な方々にとって美術館は遠い存在でした。視覚という見る行為によってしか作品鑑賞ができなかったからです。しかしこの視覚障害者用展示室は視覚障害者の方が彫刻作品を鑑賞できる空間であります。お聞きしたところではそれぞれの彫刻作品の特徴も触って感じることができるとのことです。すなわちこの展示室は触覚を用いた作品鑑賞という芸術鑑賞における新しい視点を明確に打ち出した空間であると思います。従来の視覚のみに限定されていた芸術鑑賞に触覚という視点が新しく加わったと言えましょう。これは視覚障害者の方のみならず目の見える人にも可能性を増大するものであると思います。視覚という感覚で芸術作品を鑑賞することしかできなかった人にも作品の理解に新たな境地を与えるものであると思います。さらに触覚という感覚による認識を共通項にして視覚障害者の方と目の見える人とがコミュニケーションをし理解を深めることができましょう。そうした意味でこの視覚障害者用展示室創設は人類の創造の新たな可能性を示していると申し上げたいのです。いまだかつて世界中の美術館でこういう施設が作られたということは聞いておりません。まことにルーブル美術館の
敬願であると思います。私は美術館に行って感動する作品に出会った時、一人きりになれる場所を探します。静かに瞑想したくなるからです。そこで私はその作品を心の中に思い浮かべ、その作家と対話します。画家は絵の具でキャンバスに絵を描きます。瞑想者は心のキャンバスに心でもって絵を描きます。瞑想と作画の違いは絵の具を使うか使わないかの差でしかありません。したがって絵画鑑賞において瞑想者は心のキャンバスに絵を描くことで画家の制作過程をたどることができるということができるでしょう。そこにおいて瞑想者は画家と心の交流がなされ共感をなしうるのであります。すなわち瞑想によって優れた美の創造者の魂に直接触れることが可能となるのであります。それも単なる共鳴共感ではないのです。第三者として画卿を体験するのではありません。画家そのものになりきって画卿を知ることができると表現した方が良いでしょう。瞑想による画家との交流はその作品が描かれた時の画家の心に入り、そのさらにその奥に秘められた画家の魂にまで触れることができるのであります。いわば画家の魂との一体化を通じた交流なのであります。一旦画家の魂に触れた自分自身の心に新たに展開する世界、それは人様々でありましょうけれども、その世界に没入して楽しむ、この時画家の魂と鑑賞者の魂とが直接響き合い、眼前の作品世界は幾重にも深くなります。そしてこれこそが最高の芸術鑑賞と言えるのではないでしょうか。このように私は画家との魂の交流を瞑想を通じていたしますが、あるいは皆様の中にも私と同じようなお気持ちの方があろうかと思います。その意味でも美術館には瞑想にふさわしい静かな空間が必要であることはご理解いただけるのではないでしょうか。私は静かに瞑想して画家の心の世界と一体化する空間を象徴的に表現して瞑想室と申し上げているわけであります。私は芸術作品の最高の鑑賞の仕方とは、作り手と作品を鑑賞する側との共感と共鳴と心の交流にあると思います。それを確実に可能にする方法の一つとして瞑想を挙げたいと思います。私は自分自身の体験から深い芸術鑑賞は優れた瞑想から生まれると申し上げたいのです。先ほど瞑想による作品鑑賞では、画家の境地すなわち画境に入ることができ、今までより深い鑑賞ができると申し上げましたが、それが可能なのは瞑想を用いれば対象そのものになりきることができるからです。すなわち瞑想とは事物に対する究極の感想を可能にするものなのです。目前の対象により深く迫ることができる、このことは同時に作品の創造に不可欠のものでありましょう。したがって優れた創造は優れた瞑想から生まれるとも申し上げたいのです。あるいは優れた瞑想は優れた創造を生み出すとも言いましょう。皆様は瞑想に対してどのようなイメージをお持ちでしょうか。無念無想とは瞑想の同義語のように言われることが多いものであります。瞑想で無念無想になる、それは何も考えないことであると捉えている人が多く見受けられます。しかし無念無想、何も考えないことから何が生まれるのかと私は思うのであります。
無の悟りとは現実から逃れるための手段、極論すれば現実逃避であるとさえ思います。現実逃避からは何も生まれません。想像の過程において無想の状態になることは大切であります。しかしそれは単なる無ではない、すなわち虚無ではないのです。何者にもとらわれない心になることを意味するのであります。無限の自由を獲得した心になるのです。しかして次に何を行うか、その明確な意思がなければ何も生まれずるものがないのは自明の理です。無になった心はいわば真新しいキャンバス、そのキャンバスに向かって何を描きたいのか、その時瞑想によって得た自由な、それでいて明確な意思がなければどうして理想の絵が完成いたしましょうか。瞑想とは心の解放と集中であると申し上げられます。瞑想によって心が解放されると人は癒され和やかとなり自由を得ます。心は無になり自由自在となり真新しいキャンバスとなるのであります。自由自在に使用する何のとらわれもない状態で心を集中させると、心は類まれなインスピレーションと想像力に現れます。なぜならばとらわれのない無限の自由を獲得した心は大幅に集中することができるからです。集中したいものに集中したいだけ集中する、そこに新たな創造の可能性があると思うのです。私の体験から申し上げますと、とらわれのない心の集中から生まれ出たものはさらに新しいものを生み出す活力を内包しております。それは新たな集中を与え、さらに新たな創造をもたらしてくれます。創造が創造を生み出す。気がつくと最初の集中よりもはるか彼方に来ているということもまれではありません。そう、新しい境地に達していることさえあるのです。集中により一点に向かっていると見えながら、創造においては発展的である。これが瞑想の真髄であります。瞑想によって創造における無限の進化が可能なんです。この過程を経て人は内面的進化を確実に遂げることができます。そうした意味で瞑想は創造における新たな可能性を持つと申し上げたのであります。皆さんは因果の法則という言葉をご存知でしょう。因があれば果がある、原因と結果、この二つの要素から全ての事象は成り立っているという考えです。一般的な思考法としては縁尺と機能の二つに対別できるでしょうが、原因を起点とするのか結果を起点とするか、いずれを起点にするかであって、事象のプロセスをたどるには原因と結果の二つの要素が元になります。科学はこの法則から発展し、現代社会も今の科学文明をこの因果の法則に基づく科学思想によって築かれました。現代の人類の思想の根底に因果の法則があるのは否めません。しかしブッダの考えは違いました。因と果、原因と結果の間に縁という要素が存在することを発見したのです。原因がストレートに結果を生み出すのではない、原因と結果の間にもう一つのファクター、縁を見出したと申し上げた方がいいでしょう。この因と果の間に縁を見出した考え方を縁起の法と申します。私はこの縁起の法こそが現代社会において必要であろうと思います。現代社会の混迷を解決する概念としてブッダの縁起思想が必要であろうと思うのであります。因果の法則の合理主義によって科学が生み出され、現代文明がその科学によって生まれました。その現代社会は今や混迷の極に達し、行く先を求めて方向しています。
やがては崩壊に至るであろうと言われております。仏教の開祖ブッダはこの因果の法則に対して縁起の法を説きました。これは先ほども説明しましたが、因と果の間に縁が介在するという思考法です。これは要するに結果よりも影響を考える思考法といったらよいでしょう。もしくは影響と結果を並行して考える思考法といったらよいかもしれません。私はこの縁起の法の思考法こそが行き詰まった現代社会を救う有力な思想の一つであろうと考えております。なぜならば原因と結果の間に縁という要素を加えた縁起の法という考え方を導入することによって原因と結果の関係性を全く違う観点から見ることができるからです。縁起という言葉はパーリ語のよりてパチカという言葉と起こることサンパークという言葉が結合されてできた言葉です。何らかの条件があって起こることというほどの意味です。この起こることという言葉が指し示す意味は一般的な起こることより範囲が広いのです。これには消滅することを含まれます。すなわち消滅するということは生まれ起こるということをも含んでおります。したがって全ての事象に対して始めと終わりがあるという私たちの認識に従って言えば、全て縁によって起きるということはまた全て縁によって消滅することを意味することになります。これを仏教では定理化してこのように表現しております。全ての存在するものが全て縁によって生じ縁によって消滅するということを繰り返すものならば、それは常に変脈変化して常在するものは一切ないということになる。つまり全て縁によって仮に存在するだけで恒常的なものではない。存在はするが実在はしないということである。なぜならば全てのものに実在の主体がないからである。要するに縁を入れることにより結果が生じないということになる。常に変化して存在する、実在はなくて存在して存続するだけである。結果は生じない。縁を考えることにより結果は生じないんです。常に変化して存在する、実在してない。実在するから終わりがあるんです。実在するから結果がある。実在しないものには結果はない。では実在とは何かというと、恒常的に存在するものです。存在と実在とは違う。実在するものは結果が生ずるけれども、存在するだけのものは結果が出ない。それは常に変化があるだけです。そういう思想が私は今非常に大切だと思うんです。今の混迷する行き詰まった社会を解決する思想は、このブッダの縁起の法こそ有力な問題解決の一つであると私は思わずにはいられません。ここでは存在はするが実在はしないという定理の裏付けとして実在の主体がないことを挙げていますが、全ての存在が縁によって生起しまた消滅するならば、その存在を構成するものそのものも縁によって生起し消滅しているのは当然でしょう。私が思いますに、仏教と申しますよりブッダが見出した真理は仏教の定理の前半にあると思います。すなわちこの世の中のものすべて仮に存在するだけで実在するものは何もない。常に存在するものはない。因果の法則が進んでいって科学となった。
その科学思想が現代文明を作った。ところがその現代文明は今や混迷の極に達して、行く先を探してのたうち回っている。やがては崩壊するに至るだろうと人はみんな思っております。どこかが間違っていたんだ。どこが間違っていたんだろう。科学思想が間違っていたのか、因果の法則が間違っていたのか、そこを今我々は検討しなければ我々に未来はないと思います。私はこれを救うには、ブッダの縁起の思想が一番大切なものだというように思えてなりません。少なくともこの問題を解決する主な方法の一つだろうと思います。因果の法則は因も果も実在すると考えます。それが科学思想です。しかし縁が入ると因も果も実在ではなくなるんです。存在でしかない。そこから全ての考え方が変わってくるんじゃないか。全てのものが実在するという考えがあるから間違ってしまう。実在はしない、存在するだけなんだ。そう考えることによって人生観も社会観も大きく変わってしまいます。皆様方の中には、縁によって起こるという表現から、縁起の法とは因果の法則中原因を縁に置き換えて考えれば同じではないかとお考えの方がおいでになるかもしれません。そうではありません。縁は原因も結果も含みます。原因を原因とさせているもの、結果を結核とさせているもの、そのものを縁と言うんです。分析的に言えば、原因を原因と私たちに認識させているもの、結果を結果と認識させているもの、これもまた縁なのです。ブッダはこの縁起の思想について12のカテゴリーに分けて説きました。これを十二縁起と申します。これは私たちに全てのものが存在すると思わせている要素を分析したものと言ったらいいでしょう。仏教ではこの十二縁起をそれぞれに示す専門用語がありますけれども、それは難しいものでありますから、ここでは日常的な言葉に置き換えて申し上げましょう。すなわち真実相に対する根源的無知、潜在的形成力、認識作用、名称と形態、6つの感覚器官が持つ6つの領域、接触、感受、妄執、執着、生存、生まれること、老い死ぬことです。以上に挙げた要素は、個々に独立しているのではなく、相互に関連性を持っています。縁の内包する範囲は広く深いのです。十二の縁起について、ここに取り上げて論じたいのですが、これについて論じることは本日の目的ではありませんから、これは仏教の中核をなす思想の一つであることをお伝えするのにとどめます。